勤労のあれね。でその二宮金次郎の銅像というのが職員室の玄関になりまして、雨の日はですね職員室の玄関に旗を上げる、赤い旗がかけたら外に出ちゃいかんという、青い旗が出たら外に出て遊びなさいということになってましたね。あの頃はもう兵隊になれないのは恥だったんですね。非国民とかなんて言ってね、兵隊になるのは一つの誇りだったんですから、国のために働くというあれですからね。まず身体強健でなくちゃいけませんよね。誰々講習合格現役兵、誰々は第一お寿司合格現役兵というこう司令官から下るわけですね。そしたらその兵装丁はそれを復唱するわけです。これも恥ですよ。泣き崩れるのもいるわけです。もう兵隊に行けないからね。まるまるその兵種が多く増産兵というてね、上位検査を起きて次は入隊するでしょう。その入隊が、まあ、現地入隊ですよね。現地入隊でやりますけど、その3ヶ月は基礎訓練をやるわけです。もう初歩から歩兵装填というのがあります。これ辞書みたいなね、歩兵のいろんなものを書いた歩兵装填というので、そういったものの勉強とかね、なんとかかんとかこう、まあ、魂を入れるわけですね。そういったことをして3ヶ月間基礎訓練をするわけです。基礎訓練をして一期の検閲というのを受けるわけですね。それから分隊というのは10名単位ぐらいで、1小隊に5分隊ぐらいあるわけですね。そこにその小隊長、分隊長、分隊長というのは下士官です、伍長とか軍曹とか、そういうあれでこう教育を受けたら分散していく、行っても一般の兵隊と一緒にやるわけです、うん、そこでもう先輩後輩は厳しく、うん、もう軍隊では1日でも先に行ってる人がもう上ですから、もう絶対ですから。これはそういうあれで、その一期の検閲までは一緒、もう1日でも先でやったら、これ5年兵と言いましたね、うん、1日先でも先に入った人がもう上なんですよ。絶対服従ですからね。昭和20年の2月頃から攻撃がもう激しくなって、毎日空襲ですよね。もう毎日戦々恐々として、だんだん被害が多くなって、平田市の町なんかもほとんどこうやられてね、だんだんそういうふうになったわけです。最初の重々空襲の時はそれほどやられてないんですよ。飛行場とそれから張水港に停泊しているその軍用船、そういったものをめがけてやってね。それからね、宮古では10月13日、3日後にまたありますけどね、その時は公共施設ね、学校とかなんとかああいうようなところを攻撃してって言いますね。じゃあでしばらくもなかったですけど、年明けてからがもう激しくなってきた。相当空襲の激しい日です。その前日の3月の22日の未明、朝早くね、連隊司令部の方から指示が来ましてね、命令が来ましてね。その時に作戦命令というのがあるんです。毎日毎日ね、こう指示命令するのを日々命令と言います。でその作戦命令というのが、その連隊の方から1週間以内に与那覇湾その辺に敵が上陸する可能性があるので、そこに兵員を集中させてね、迎え撃つというわけです。うちの中隊も150名ぐらいですけど、その中から3分の1ぐらいね、50名ぐらい選抜して向こうに向かおうというわけです。その上陸に備えて向こうに行って迎え撃つということでね、ありましたので、私も行きますと言ってた。これは
覚悟していきますから、まず爪を切って髪を切ってね、髪に包んで、もう遺品ですよ。それでちゃんとあれしてね、あの身辺整理をして、いざいというわけで行くわけです。そしてもう翌日ね、もうあれになって、あのいよいよ出発と50名ぐらいでね、作ってその行ったわけです。行って歩いていくんですよ。まあ、宮古島は周囲30キロで、そんなに大きいところじゃないですから、歩いて行けるところであるんだけれども、でそれがこう行って、あのところがね、あの泊まるところも別に決めてないわけですよね。弊社もあるわけじゃないからね、あの天幕は持って行ってるけど、そういうあれでどっかその民家を借りて一晩泊まろうということになってね、あの小隊長が、君その行ってね、その民家をね行ってどっか借りてくれんかと、まあ通訳みたいなもんですよねと、それで命令があったわけですよ。江崎という将ですけどね、で行ったわけです。大きな瓦葺きがあったから行きましたらね、いっぱい人が集まって泣いてるんですよね。何事かと思ったらね、今日の空襲で機銃掃射でね、あのそこの主人が当たって死んだっていうわけです。そう言われてみんなあのわんわん泣いて葬式の準備してるわけですよ。そういったところに行きました。これは声悪いなということでね、そこから100メーターぐらいのところのまた大きな家がありましたからね、そこを借りて、そこに行って借りて、そこのもちろんその部屋の中にも、それから足りないですからテント張って、庭にねテント張って、炊事はそこの馬小屋というのがね、馬小屋の一部、あの馬車なんかを置いてあるところがありますから、そこを借りて炊事をしてね、そこに一晩泊まったわけです。さあ翌朝23日の朝、あのちょうどその太陽がこう顔を出す頃ですね、与那覇湾の方にね向かって行くということで整列しておったわけです。そしたらすぐグラマンがね、うえーっとやってきてね、バババーっとこう機銃掃射もするし、それが爆弾も落とすでしょう。そういうふうにしてこうやったわけですよ。で僕らが泊まったうちの 裏の方にね爆弾が落ちて、これは250トン爆弾とかいう話でしたけどね、後で聞いたら爆弾が落ちて、その破片がわーっと舞い上がってきて、ここに当たったわけです。パタッとここに当たってね、右腕のここに当たってね、何かね太い竹の棒でねパタッとこう殴るような感覚だったんですよ。弾が当たったと思ってないです。バタッとこうやりましたからね、あれなんだろうって言って、あの私は軽機関銃を持っていましたからね、これは右手で持ちますからね、機関銃は。下げて100メーターぐらい走ったわけです。でずっと行ってその松林の方にね走っていきましたらね、この機関銃を持ってる手がねダラッとこうしたわけですよ。あれ 何かなと思って見たらね、その軍服の袖の方からね赤い血もタラタラとこれ流れてるわけです。それを見て痛くなったんですよ。その血を見るまでは痛くなかったです、うん、緊張してるからでしょうね。私一人だったんです、負傷したのは。小隊長殿、奥平二等兵やられましたって大声で、ね、やったらね、その江崎将尉はその時ね衛生兵は来ていなかったんですよ。衛生兵は後で来るということになって来てなかったんです。ところがねもう小隊長はね慌てていらっしゃるでしょ、来てない人も呼んでるわけですよ。山本衛生兵ここに来いってね大声で叫んだの。いないから来るはずはないでしょ。あと破片の摘出手術をね受けることになったわけですよ。ところがね、今のようにこのレントゲンこんなものがあるわけじゃないです。肉眼で見てこう入ってるなということでしょうね。麻酔があるわけじゃないしね、
こうかき回してね、動かしてかき回してやるわけですよ。そういうふうにしてね、痛いと言ったらね、気合い入れるわけです。軍議がなんだこれぐらいで、帝国軍人がこれぐらいで、ガガッと元気出せって気合い入れるわけですよ。あ、そしたらやはりここも元気が出るのかな、目星ぐらいのね、もの 2つ取り出したわけです。こうして取り出して、これが破片だということになってね、もうよろしいと、大丈夫だということになったわけですよ。